はい、というわけで、熊本県大津総合サッカー部の皆さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。で、今回ですね、激坂チャレンジといいまして、15秒間に何回一つ場に当てることができるのかっていう。大津総合行くぞ。おう、お名前とかお伺いしてよろしいですか。川口ちゃんです。川口くん、はい、ポジションはこちらになります。フォワードです。フォワード、得意なプレーとかありますか。シュート、シュート。どういう系のシュートですか。今回、今回、おお。じゃあちょっと今回のこのバーテも今回ちょっとこう今回気味に巻いていきますね。あ、チップ系で。あ、了解です。ぜひじゃあちょっと新記録目指していただいて頑張ってください。よろしくお願いします。よー、スタート。10秒経過。やばい。5秒経過。やばい。何本？何本？2本。うわ、やっ日本はまだまだ日本という記録でしたけど、今のお気持ち、ご感想いかがですか。悔しいです。悔しい。でもかなりこう根下で、まあ、ちょっとチップっぽい感じで、こう軌道はすごい安定したと思うんで、まあ、もう可能性はものすごい感じたので、またあのもし機会があればぜひまたよろしくお願いします。ありがとうございました。この前は和田リオです。和田くん、はい、はい、ポジションはどちらの。センターバックです。センターバック。お、フィードキックがどうですか。まあ、自信はあります。おー、これは期待大ですね。どういう系のキックで行こうと思ってますか。あ、自分はインマティの、ちょっとこう、はい、バス系で、はい、期待です。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。いただきます。よーし、スタート。10秒前。おい、やばいって。待ってろ。5秒前。持ち上げろ、持ち上げろ。あー。これやばくない。何本、何本という結果でしたけども、今のお気持ちはいかがでしょうか。いやー、蹴った瞬間は、いい感じだなと思ったんですけど。結構悔しいですね。この記録はちょっと、はい、まだあの可能性はめちゃくちゃ感じたんで、もっと多分いけると思ったんで、はい、本当にこのカーブの軌道がめちゃ綺麗ですね。ちょっとまた練習ってことですかね。はい、スクラムとかやってフォワードと練習してみます。ありがとうございます。お名前は。佐藤龍生です。ポジションはゴールキーパーです。ゴールキーパー。この間はあの俺のこだわりスパイク、はい、ちょっとインタビューありがとうございました。ありがとうございました。佐藤君のキックちょっと生で見れると思ったら、今めちゃくちゃ期待値高まってると思うので。そんな期待しない。なるほど。リラックスなんで。ああ、いえ、どんな目標回数とかいかがですか。まあ1回当てればいい。ちょっとこう謙虚に行こうかなところで、まあ1回当てればいい。了解です。じゃあぜひちょっと頑張っていただいて、はい、はい、お願いします。よー、スタート。10秒前。やばい、5秒前。やばいね。スローフォーはやばいです。一本一本一本という結果は、まあ目標通りにちょっと激坂チャレンジが目に入っちゃいました。あのバナーがちょっと、チカチカして、はい、あ、なるほど。すみません、ちょっとじゃあ、あの次佐藤君がやられるときは、あの僕の方であの責任持って手って感じですので、はい、申し訳ありません。すみません。じゃあ本日はちょっとチャレンジありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。手に取りが重い感じで焦るわ、ちょっと。勘違いの方も。薬師田は言ってくれるよ。この前は薬師田です。薬師田君、はい、はい、よろしくお願いします。ポジションはミッドフィルダー、ボランチやってます。ボランチ、はい、
お得意なプレーとかありますか？得意なプレー、ヘディングとロングフィードで、今回は今まで結構チャレンジされてきて、まあ、牧野選手のようなまあインセプトを蹴るみたいな話をしてましたけども、自分はもうどんなボールが牧な感じで蹴るか、巻き気味のチップみたいなイメージですか？はい、それでバーは一旦蹴ってます。あ、それでバーで普段蹴られてるところで、目標回数いつぐらい行きましょう？6個痛いです。6個痛い、はい、OK です。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よーい、スタート。10秒前。あ、やばい、やばい、5秒前。ズボンかー、やばい、ポストがありましたね。バーに当たったのは多分2回だったかな。やばい、いかがでしょうか、今のお気持ちは。思ったより難しかったです。むずいっすよ ね。15秒とかあっという間ですよね。はい、あっという間でした。すぐ思ったより全然伸びなかった。あ、思ったよりちょっと距離が出なかったみたいな感じですかね。はい、なるほど。はい、というわけで、大津高校の、皆さん、チャレンジしていただきましょう。最高記録が2回というところで、まあまた来年候補たちがやってくるんじゃないかなと、期待しておきます。はい、まあ、今シーズンはね、あのプレミアところの調子いいんで、まあ、そっちの方で頑張っていただければと思います。はい、本日はどうもチャレンジいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。いくぞ。よ よし。お名前は？荒木大志です。ポジションは？フォワードをしてます。目標回数は？一本一本大事に少しずつ当てていきたいと思います。頑張ってください。よーい。10秒前。オーケー、いいぞ。いいぞ。5、4、3、2、1。盛岡志望。あなた。一本だけ。どうでしたか？思ってたより難しかったです。記録でも1本は当たりました。はい、ありがとうございました。どうしよう。誰が一番いけそうとかありました？長里で15番で、15番。長里くん注目選手でした。お名前は？長須賀生です。ポジションは？ディフェンスです。なんか皆さんから注目選手だと期待されてますが、どうですか？バカにされてるだけです。目標回数は？1本当てたいと思います。皆さん注目されてますが、本当に1本でいいんですか？じゃあ3本で。お、わかりました、頑張ってください。いいぞ、頑張れ、会社。よーい。いくまえ。5、4、3、2、1。おお、超3本だった。3本。ジャッピーで3本。どうですか3本？はい、目標達成できてよかったです。やってみた、あの感想どうですか？前と後で。15秒早くて全然蹴れなかったです。なんか難しい部分とかありますか？テンポが難しかったです。まあ続くんで、あの、はい、アドバイスなどあれば。頑張ってほしいです。ありがとうございました。来た。出たわ。お前こっちやった。お前左いけるの？いけんだよ、お前もう挙動ってるやん。お名前は？坂井ジェイです。ポジションは？ミッドフィールドです。目標回数は？一応目標は6回目指していきたい。頑張ってください。はい、よーい。これ見て暇ないよ。10秒前。強強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 強
習通り行けたらいいなと思います。
何本ぐらいいけ？4本はいきたいです。わかりました、頑張ってください。いきますよ、よーい。どうでした？いや、気持ちよかったです。4本行きたかった。4本は難しかったです。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。鹿児島実業高校の皆さんでした。よっしゃ。帝京大蟹高校の各部の皆さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。行くぞ。おお。よっしゃ。名前をお伺いしてよろしいですか？宮内君。宮内君。はい。ポジションはどちらになりますか？左サイドハーフです。左サイドハーフ、はい、目標回数何回ぐらい？2で。あ、とりあえずちょっと安泰なところで了解です。ぜひ頑張ってください。よろしくお願いします。よーい、はい、10秒前、5、4、3、2、1、いいわ。ごめん、1本。いやー、惜しかった。何本？ 1?2 かな？はい。2本という記録でしたけども、今のお気持ちはどうですか？目標達成できてよかったです。いや、本当によかったですね。でも、チャンスはかなりだったというか、可能性はかなり感じましたね。軌道も安定してましたし。ありがとうございます。ガチガチガチです。お名前をお伺いしてよろしいですか？西尾元気です。西尾くん。はい。はい、得意なポジションはどちらですか？ポジションはミッドフィールダー。ミッドフィールダー。はい、目標回数何回ぐらい行きましょう？7回行きます。あ、いいですね。ぜひ、頑張ってください。はい。お願いします。スタート。はい。やべ、4、3、2、1、最後当たりましたね。おお、3回という記録でしたけども、今のお気持ちはどうですか？いや、全然当たらなくて悔しいです。いや、でもかなり可能性感じました。軌道も非常に安定しましたし、はい、はい、で今2、3と来てるんで、これまたチームメイト後に続いてくれますかね、これ。はい、そうです。よろしくお願いします。お名前お伺いしてよろしいですか？松永優馬です。松永君。はい。大丈夫、緊張されてます？いや、大丈夫ですか？そうです。ポジションはどちらになりますか？ポジションはフォワードです。フォワード。はい。おー。なんか得意なプレーとかありますか？シュートが。お、今回のバーテはどんな感じの蹴り方で望まれますか？あ、じゃあ、無回転で。無回転、はい、うおー、これはすごい斬新なちょっとやり方で、はい、じゃあちょっと、あ、目標回数何回ぐらいいきましょう？目標は4回。4回で、はい、無回転で4回、これも当てれたらすごいと思いますので、ぜひ頑張ってください。はい、お願いします。よーい、やばい、10秒前、やばい、5、4、3、2、1。でも一発で無回転来ましたね。でもダメですね。でもまあ、あ、本当に来たと思って、僕は逆になんか嬉しかったですね。はい、本日どうもありがとうございました。よろしくお願いします。お前お伺いしてよろしいですか？ポジションはどちらになりますか？ミッドフィールダー。ミッドフィールダー。得意なプレーありますか？ドリブルからのパスです。目標回数何回ぐらいいきましょうか？1年生の時、リク先輩と同点なんで。マジですか？池田リク先輩の記録に並んでいる、もしくは超えてるように頑張ります。今回です。ぜひ頑張ってください。お願いします。はい、はい、よーい、いよいよ、くぞ、つけ、5、4、3、2、1。
浜田氏3回という記録でしたけど、今の感想どうですか？ちょっと球出し悪くてスパイクに引っかかったんですけど、はい、あの最後の5人目、めちゃめちゃうまいんで、あ、じゃあ最後に行きたいということで、でもあのキックもしっかりと安定してましたし、あの池田先輩 の意思は受け継いだんじゃないかなとは僕感じました。はい、もう最後の5番に託します。あ、キーパーに託すところで、はい、了解です。本日はありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。お名前お伺いしてよろしいですか？原光でいいです。原くん、はいはい、ポジションはゴールキーパーのところで、硬いですね。ありがとうございます。普段筋トレとか結構されてるんですか？いや、そんなにしてないです。あ、そんなに、はい、あ、なるほど。うちのキーパーキック上手いんでみたいな感じで声もありましたけども、どうですか自信のほどは？いや、普段バーテの練習してるんで。なるほど。普段はどれくらい結構いい？あ、普段はなんか結構な確率で。マジですか？おー、すごい。じゃあこれちょっと期待大ということで、目標回数何回ぐらいいきましょうか？最高記録目指したいと思います。了解です。ぜひ頑張ってください。お願いします。はい、では行きます。よーい、やべやべ10秒前やべやべ5、4、3、2、あーやべえ、全然ダメやった。結果的には1回ということになってしまいましたけど、はい、今の気持ちはどうでしょうか？いや、やっぱ普段の、本番に弱いというところが出てます。はい、やっぱりやっぱカメラが回ったりとか、ちょっと他の高校の方とかを見てて、ちょっと緊張しちゃいましたかね。はい、まあ、でもこの緊張の中でやった経験が、また次に多分生きてくると思いますので、またぜひ、はい、サッカー頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、チャレンジしていただきました、帝京大可児高校サッカー部の皆さんでした。本日はどうも、チャレンジありがとうございました。